第十七章，逃离混沌。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ここ。子供の頃、ここで暮らしたの。不速之客，もう少し寝てた方がいいんじゃない？凶恶巨兽林氏，可以偷到辟邪护符，又不是个竞争。他都没有连结的是吗？看他的心点上去有没有。哦，有连结一。这都没练满将自己的 ATB 分给在魔法中、魔法阵中消耗的 ATB 伙伴，消耗二 T。
金子一颗。上个厕所。
祈祷不能放威火，那就放这个。动都不动，又没有动，没有血。让我想想，这祈祷为范有恢复范围哦，这么着没什么效果。
大丈夫ならいいんだけど。たく心配させんなよ。もう少し寝てた方がいいんじゃない？お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつか分かるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。这些东西到底是啥小啊？ったく、何なんだよこいつらは。神羅星のバケモンか。ヒーラーだ。はあ。運命の番人という理解が最適だ。なんその運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ黒な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。いやいや、そうでいい、胡说八道。神羅の犬だな。犬ではない。ボブズ狗。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道が分からなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が
しるべだったんだ。はあ、大丈夫、一緒に考えよう。見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたって。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくて。そうだ、おじや、そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何、爆発。近畿アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない、小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ベッチ、それじゃあまた後で。たくあいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。哇，把 SAG 变成，要变能动了吗？哎，这代队员，这代没办法自由换角色。好了，随便啦。毕竟一直来，目前角色没有超过三个的以上的情况，就是最后面有而已。又是青蛙戒指，又是青蛙戒指，到底要干嘛啦？所以跟我讲讲。这个搞笑戒指真的很神奇耶。とにかく屋上に向かえばいいんだよな。得到凤凰尾巴。天啊，被关在这种地方啊，感觉上就，呵呵。哦，这是刚过来的地方啊。
哎，留四个。こいつらが暴れたようだな。納得してる場合か。こっちは任せろ。他没有手，他只有脚。哈哈哈哈用尾巴招呼他。感觉这样好奇怪哦。只要是范围化，没有第二颗啦。右手范围化，火焰会很好用，应该说魔法会很好用。那就先这样好了。啊，忘记一件事情。对啊，这魔晶石永远就只有这几个人可以用。
行こう。うん。時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。なんだありゃ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。進むぞ。
刚对不准。手を貸そう。頼む。どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。うん。私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。因为有点可爱。これでいいかな。気持ち悪いもんばっか作りやがって。はあ。愉快音じゃねえ。危険だな。はは。熱くやってんだよ。ヒットが。続けるのか。は。ギア上げてくぜ。ほら。終わりだ。落ち着いていけ。待ってました。この野郎、逃がさねえぞ。我被连续扫。Stop!
掴む。この見せろ、どこまで。覚悟はいいか、いつでも来い。そうだ。連携しよう。俺の見せ場だ。ティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ行くぞ。干嘛卡在这里啊？快点走啊！记得好像十七章还有一个克劳的武器，我说没看到哎。刺剑
我刚没有看风之剑的技能是什么。等待敌人的攻击并反击，强烈的发动强烈的反击。突然觉得我不太想要放魔法，但我好像没有其他可以用的。像 ATB 政府也就一颗而已，没有钱、啊。而且这一颗星我也太弱了。还是装铁镖了，比较好移动。好，大したもんだな。そっちは無事か。この通り。でもどうしよう、この部屋出られないみたい。ああ、聞こえるかね。北条。どうだね。私の実験場ドラム、すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちに貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ。あの野郎何を勝手に。無視して先に進めない。やつのことだ。都合のいいデータが取れるまでここから助けはないだろうな。研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。平凡隊伍
竟然可以打到我的人妖。第三研究室ってここかな。扉開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。声音是什么了？下も繋がったみたい。クラウドに報告しよう。クラウド、聞こえる？第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね。北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。さっき制御盤使ったの。足場ないかな。わかった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ、ったくよ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえ。この施設で行われているのはジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。あの野郎、どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。まず中央へ繋がる通路を探す。はい、落ち着いていける。おう、任せて。任せて。うん、刚把护护腕得到手，这时候得到手超小了。
れそうにないな。走在上面。就道具，好吧，算了。但第二我们也过不去了，没什么用，还是先开三就对了。他就是开一个就会关一个。遊泳企画に、遊泳企画に、該当エリアのサンプルテストを開始します。二人に声をかけてね。十分に注意して進め。ティファ、聞こえるか？中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。研究室には、多分北条のモンターがいる。無理はするなよ。ありがとう。行ってくるね。ほほー。一瞬间就死啊！何だろうこの部屋。なんだか悲しい。百万治疗剂，现在百万治疗剂比较多了。小狗狗，嘿嘿，算了，感觉等一下他又会出来的感觉。常常不是这种戏码吗？容易作死的戏码。怎么感觉上这里要打？看，我就知道。
やつら。就死了。刚刚先赏他，赏他们一发魔法了，打掉他们一些会比较好。哎，你这到底是怎么回事？干！有没有要放魔法？我什么又可以用？太神奇了吧！没血了。
たいな。这里面会有东西吗？刚刚有一个也是这样，没有，很好。起こしちゃった？やるしかないね。お任せあれ。頑張るぞ。頼りにしてる。没有魔法喽。力量手环。
促进哦，四颗。这也太缺了吧。又是百万治疗机。ここが出口。北条博士、嫌い。会喜欢他的人应该也挺奇怪的吧。下も通れるようになったかな。足場もつながったと思う。そう、次は俺たちの番だな。好难得看到这种3D 图 ,3D 的那个迷宫这么有迷宫的感觉，这样一直切换。虽然说十二代也是，我个人觉得十二代还是迷宫做的还算不错了，十三代真的是那叫迷宫吗？我想吐槽也不行，那叫迷宫吗？像 TO 系列 TOS 系列也是 3D 化之后迷宫都变很简单，但还是有一些还蛮机车的啦，
但就是没有像以往这么，没有像以往迷宫都特别难。百分之遥祭，哎，按错了。卡那里，我要怎么按呢、啊？赤红泥，啊，好痛！驾驶啊，不好意思啊，有人躺在上面。他一直在死运跳的。但大部分护啊，好像都没有。强化魔法防御的神秘护腕，好特别的护腕哦！通常我们都用有洞的，装更多魔石。
だろう。俺がね、連携しよう。待ってました。気合入れてけ。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見てもガラクタですよ、ピンプ。まあ、こんなものか。次は、あれだ。考えてるとこ悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。殺手。じゃあおもちゃによろしく伝えてくれ。な、何がどうなってある。殺手。哇，傻小。動けるんだ。
看他一直电真的烦，好像说有定了，快点打倒他们就讲。他没这么多，専念しよう。效果的类型。这个就还好这个五十没办法，因为都没有连接，所以我都不想换。那大小落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。
电脑就是自己冲过去打，他明显就是要人，明显就会放毒啊，真是的。没有了，呵呵。突然没有音乐了，好可怕的感觉。扉はもう閉まってんだ。どうぞ。道がつながっていればいいが。真心觉得有时候不知道下后面有没有休息区，就是用那个什么，用补血道具，然后有点浪费。
通信機じゃねえか。ティファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。おい、大丈夫か。連携しよう。頼られちゃうな。期待してるぜ。我要灭团了，只要一个人跟着死就能灭团。然后什么 MP 都被打断。他们两个人这样打我很容易死。因为我用的都是三个人为主，没有会用刻意用两个人打的。遇到这个人是不是尽量打倒啊，只是用魔法直接打倒。
并不是说很强啊，但只要一不小心就很容易死。研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。总之，后面这几章节，光是迷宫就好多，很大。行ってくる。而且是大量都有剧情，跟前面一开始就是纯一个迷宫，然后讲的一些干话比起来差很多。前面就叫。虽然说剧情不是很休闲的，但很明显就只是一个迷宫而已，没什么特别的。動いてない？まだ逃がす気はないということか。本当嫌な感じ。残るは第四研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。等这边结束之后，我大概会休息一下，吃个饭。就死了。輸液確認、輸液確認、該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね。うん、クラウドに報告しよう。
ベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。やつの思惑通り第四研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。暴れがいがあるってもんだ。頼む。おう、任せとけ。落ち着いていけ。俺の見せ場だ。逃がさねえぞ。手打っとくか。進むぞ。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ。同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。什么东西啊？他回来冲他笑。这音乐好像是由十三代之类的人所负责，我忘记他叫什么了，因为很明显有一些音乐的那种感觉是他做的。剑舞。那怎么弄的？
第八一次。射不到，お待たせ、なんと刚换谁啊？这个超奇怪的。他怎么又陷入不能了？电脑不会防御，有时候他不会防御。也不是说不会防御，是很少，不知道为什么。揃った検証を次のステージへ移すとしよう。やった、動くみたい。电梯已解锁。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。しないね。音がする。
应该是克老师他们吧。モモ、休憩か。こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。什么东西？ようやく揃ったな。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。動くかどうかは北条次第だが。所以往哪走？所以往哪走？对啊，这也不能走。よかった。エレベーター動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。ハハハ、サービスした甲斐があったぜ。要打吧，虽然看起来有点浪费，还是放一下好了。姑且还是用一下。端末までは戻れる。気がかりがあるなら今のうちにな。买点东西好了，用了这么多东西。
エレベーターは確保しておこう。私はここに残る。早くしろよ。我走这里哦，嘿嘿嘿。我上面再调整。干什么蹦出他们？刚刚不是没有？没关系。